こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアフターパーク、スクイーク。この馬も好スタートを切りました。アリゾナアスペン、前に行きそうです。バレンタインワルツ、それに続いています。さらにはハッピードリーマー、2番メイプルエキスプレス、その後ろ後方に控えたのがシリウスカウンター。それでは先頭からハッピードリーマー先手を取りました。その外にアリゾナアスペン、その外からバレンタインワルツ、ピンクの帽子アフターパーク、その後ろバラードファイヤー、そのうちに続いています。内からはプリマオスカー、その外からスクイーク、その隣にグランドトリガー、アルボラーダ、そのうちに続いています。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭に戻りましょう。この辺りで先頭が変わりました。メイプルエキスプレス、まだ粘っています。ハッピードリーマー、ほとんど差がありません。バラードファイヤー、3番手ファレノプシス、これはいい位置につけています。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってバレンタインワルツ、プリーマオスカー先頭、あと 200m、 プリーマオスカー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ファレノプシスかわす。先頭はファレノプシス、1着でゴール。ファレノプシス1着、2着にはどうやらバレンタインワルツ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ファレノプシス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはディクタット、オーネットアラン。この馬も好スタートを切りました。シェルトーク、前に行きそうです。オーネットアラン、それに続いています。さらにはエルナディブ、16番クイーンシガー、その後ろシャイニングシルバー、後方からの競馬。それでは先頭からエルナディブ先手を取りました。8番ブラックホーク、2番手を追走しています。緑の帽子グリークローマン、その後ろウィナーズウィッシュ、そのうちに続いています。前はエルナディブ、クイーンシガー、ほとんど差がありません。大外から青の帽子ブラックホーク、伸びてきた。後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はブラックホーク、ブラックホーク先頭、残り 200m、 ブラックホーク先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はタマリスク、ブラックホーク1着、ブラックホーク完勝、ブラックホーク1着、2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ブラックホーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を切るのはどの馬か。サイクルアクション前に行きそうです。デュークエンジェル、それに続いています。さらにはサフロンオールデン、8番サンライズエプソム、その後ろアーバンウィッシュ、後方に控えました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはデュークエンジェル、その隣にサンライズエプソム、その横にサイクルアクション、ピンクの帽子シングルウィングス、その後ろすぐ隣にクリアプレイ、内からはサフロンウォルデン、その外からダリアプール、その隣にラシアンスパーク、その横にスーパーパイロット、その外にアフターティブネス、その隣にステージハーバー、すぐ後ろにサンエミネンス、黄色の帽子マウンテンバレー、その後ろ最後方にアーバンウィッシュ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはデュークエンジェル、その外からシングルウィングス、好位置をキープしています。成田トップロード、これに続いてサンライズエプソム、すぐ後ろにサフロンウォルデン、その外からダリアプール、その隣にラシアンスパーク、その横にスーパーパイロット、クリアプレイ、この馬もこのグループ、サマーパス、そのうちに続いています。その外にアフターティブレス、ステージハーバー、そのうちに続いています。前はデュークエンジェル、シングルウィングス、ほとんど差がありません。サイクルアクション3番手、成田トップロード、いい位置です。さあここからどうか。デュークエンジェル先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。2番手はサイクルアクション、先頭を捉えるか。やはり成田トップロード先頭だ。ここで先頭は成田トップロード、成田トップロード先頭、あと 200m、 成田トップロード先頭だ。残り 100m、 成田トップロード先頭、サフロンウォルデン追いすがります。成田トップロード、成田トップロード1着、2着にはどうやらサフロンウォルデン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。成田トップロード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭変わってサイレントハンター、ダイワテキサス先頭、ダイワテキサス先頭、エモシオン追いすがります。ダイワテキサス、ダイワテキサス1着、2着にはどうやらエモシオン、見事に勝ちました。ダイワテキサス、ローゼンカバリー敗れました。これは掲示板までです。